次はですね。恋愛ドラマとしての君の名はの可能性をちょっと語った動画です。これはあの3分ぐらいですから。あそうですね。高畑勲さんのバルブは硬すぎてですね。<laughs> 俺でもしんどいです。<laughs> 恋愛ドラマとしての君の名は3分ぐらいの映像ですので、これちょっと見てください。ではお願いします。7位君の名は,は第2のまるまるになるっていうやつでついにね。ジブリ作品抜いちゃったよね。もう今2位だっけ？まあ、君の名はっていうのはこれまでのビター。な 深海ドラマ。深海誠監督のドラマに比べてそのビターな深海ドラマに砂糖をたっぷり入れてミルクもちょっと加えて滑らかにしたダークチョコで邦画のさ,、ね、のさ映画ってさやっぱ何が違うかってさ「ハリー・ポッター」の新作のなんだっけ「ファンタスティック・ビースト」見た人はわかると思うんだけどあれ本当に内容がないんだよね。<laughs> ただ、だ絵はものすごい本格的なんだよ 絵作りっていうで「スター・ウォーズ」の新作の「ローグ・ワン」もう予告編見たら分かる通りめちゃくちゃ絵が本格的じゃん。で邦画ってああいう本格的な高級感のある絵っていうのがもう本当にね作れないんだよね本当珍しい風景映すぐらいしかなくてでそういうのに比べてものすごいクオリティ圧倒的に美しいルックっていうんだけどさそれぞれの映画なりの撮り方の個性漫画家でいう絵の個性絵面みたいなことを 映画では撮影監督が持ってるルックって言うんだけどさ新海さんはそういうルックを持ってる作家なんだよね。なのでものすごく美しい構図画面が出てこれるとで中国でも大ヒットして、まあ、残念ながら3億円ぐらいの買い切りだったそうなんだけどもそれでもチャイナマネーが大量に日本のアニメ産業に対して動いてるそうなんだけども「君の名は」ってね総括すると21世紀のローマの休日だと思うんだよ。 ローマの休日っていうのは青春ドラマ恋愛ドラマのもう本当に原型中の原型で世界中の人が知っていて世界中の人が共感できる話としてハリウッドで作られたやつなんだけどもあの時代はスターが出てきて観光地としてのローマみんなが行きたいところに行ってお姫様と新聞記者の恋愛を書くっていうのが 世界恋愛映画たり得たんだけども、もうね、今ね、今世界中の人が憧れることができる21世紀の恋愛ストーリーっていうのは「君の名は」みたいなもんだと思う出会いいがががあああっって、て、悲しい別れがあって含みがあるラストシーン。これも基本的に言えばもうローマの休日の持っている枠組みっていうのを踏襲してるよね。でこういうワールドスタンダードな恋愛ドラマが日本のアニメから出てきたっていうのはすごいね嬉しいし黒澤明の「七人の侍」以来の「 多分、世界の映画に対する影響とかショックを与えるだろうという風に思ってんだなので、えー、第7位ですね。君の名はえ世界でヒットして、おそらくローマの休日のような存在、いわゆる恋愛ドラマって言うと、何を見るのかっていうようなものになるだろう。っていう予想でありました。 はい、今ご覧になっていただいたのは2016年の年末にですね今年の映画を総括するというですねまあニコ生のです、ね、放送内容でしたで邦画はですね高級感のある本格的な絵が弱いっていう話してて「新海はルックがあるね」っていう話してたんですけども「君の名は」ってですね現在ハリウッドで実写化が進行してるんですよ。であんなにね ヒットしてあんなにかっこいい。絵を作れてもですね。やっぱり実写にしないと世界映画になれないっていうのはもうショックです。まだまだアニメは弱いなと思います。アニメで世界映画になれたのって、ディズニーとピクサーと宮崎駿だけなんですよね。それだけが世界中でアニメっていうので、受け入れられてあヒットしたんだ。じゃあ実写に置き換えようかなどというですね。屈辱的なことを考えられなくて済んだんですよ。アニメっていうのは格下だからメキシコとかですね。そこら辺の。 そ国でヒットした映画を、じゃあハリウッドで作り直してあげようっていうリメイクみたいなことがなかったんですけども、まあ、まあ最近はディズニーのアニメもどんどん実写になるので,です、ね、そこら辺は油断できないんですけども基本的にディズニーとピクサーと宮崎駿だけがです、ね、そういう置き換えなしに世界映画として流通できたんですけどもまだまだまアニメは弱いなといいううふうに思まます。まとめとして「君の名は」ですねルックが何であんなに素晴らしいか何であんなに映像が素晴らしいかというと新海誠はねその目がいいんですよ。 もうとにかく新海誠は東京という街が新宿という街がですね。新海誠監督にはあんなに綺麗に見えるんです。あれがすごいんですよ、ね。あの目っていうのは。 富野野義も、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 も宮崎駿も高畑勲も押井守も安野秀明も誰も持ってないなんですよ。現実があんなに綺麗に見えるっていうあのレンズを持っているっていうことが新海誠のすごい作家性でそれに新海誠はようやっと踏み切れたと自分っていうのはもっと SF 的なプロットとか仕掛けとか伏線とかそれが自分の中の,その作家性だと思ってたのが 俺のこの世界を見る目そのものが実は俺の最大の作家性だったんだというふうに気がついたところがやっぱその「君の名の凄さだし新海誠のかっこいいところだと思いますまあどっちかというとねあとな。あの「ガンダム・オリジン」のところでも語った通りですね SF をうまく使いこなしているというところがちょっとあの SF やろうとしては評価が高くなるところだと思います。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。